かりの福知山城、いざ参らん。ちょっと急勾配になってて、鉄砲の、ね、穴があったりとか、福知山の町が一望できると。はあ、最高ですね。まずはここだろうということで福知山城を寄せていただきました。福知山市郷土資料館館長の駿河さんです。よろしくお願いします。こんにちは、駿河です。よろしくお願いいたします。去年11月にね、あの将棋の竜王戦将棋をさせていただきました。福知山の街並みを眺めながらの、眺めながらではないんですが、ここで対局をしていただきます。後手3四歩だね。そうこの壁画は源頼光さんが四天王寺をやっつけるというのが、打たれた四天王寺の方が人気になってるという。そうか、キャラ立ちがしてたんやろね、やっぱりね。さあ、いよいよ天守閣、すごいよ。光秀さんも見たであろう、いわゆる城下町。なんかこう、福知山って、まあ、古い町というイメージもあるんですけれども、治水事業であったりとか、その当時の最先端のことを町に取り入れて作られてたというね、そんな感じがしますよね。福知山城の城下町を見下ろして、三日天下の初日、はい、ここで戻ってきた。まあ、民安かれ。民安かれ。館長からすると、光秀というのはどんな人物だったと推測されますか？非常に町の発展に貢献してくれた、そんなイメージですね。いや、いわばヒーローですよね。そうですね、地元のヒーローだと思います。すごいね、鉄砲石。まあ、ちょっと歩き疲れたというのもありますけれども、ここら辺りでちょっと甘いもんでもね、ちょっと食べようかなということで、川見風月堂さんにやってまいりました。よろしくお願いいたします。歴史的には70年。店構えはちょっと和菓子屋さんっぽいんですけれども、まずちょっとコーヒーロールいただきます。はい、はい、どうぞ。クリームにもちょっとコーヒーが混ざってるんですかね、これ。はい、そうです。ま、ありがとうございます。続きまして、栗ですか。中が丹波栗なんですで、はい、周りがさつまいもあんで。うわー、これなんていう名前なんですか。栗よりうまい13里ですよ。栗とよりを合わせて13。はい、あ、ほんまうまいわ。はい、もう口の中の水分全部持っていかれてますけれども。ですよね。これは何なんですか、この桔梗をかたどった焼き栗の金トンなんです。国産の栗を使った、はい、光秀の宝物。はい、ちょっと香ばしい感じで、はい、ね、またこの味を守り続けていただきたいと思います。はい、すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。駿河さんもおすすめしていたという、光秀スイーツが食べられるカフェ&ケーキ、明智茶屋さん。失礼します。光秀推し。はい、そうです。明智茶屋言うぐらいやから、はい、ご子息とかそんなの。あ、いや、ファンが高じて、はい、スイーツ屋さん。そうなんです。ちょっとずつあのいろんな情報を聞いて、そこから夢中になってこういう形になってしまいました。まあ今日はあの寄せていただいたんですけれども、はい、ここ来たら食べとけよみたいな。あ、光秀の愛したプリンです。え、実際光秀さんは食べはっ、光秀は、食べてはないですね。もしかしたら今この時代に来てたらプリンを食べてたかもしれないよと。そういうことですね。ということで、はい、光秀の愛したプリンと。意外とこれ知らんやろ、光秀のことみたいな。いい、ね、はい、ちょっと一人の女性を愛したというエピソードがすごく語られていて、あの戦国の時代に、あの戦国の時代に子孫繁栄の時代なんで、いっぱい側室持ってみたいな時代なんですけど、うん、明智光秀はひろこさんという女性一人。ひろこさん、はい、うちの奥さんもひろこさん。ほら、愛されて。僕もその、まあ、光秀の血をね、継いでるのか分かりませんけど、はい、もう一人の女性しかないどこで光秀のファンになったんですか。どのポイントで。もう名前がかっこいい。もう中学ぐらいやったら絶対モテる名前ですもんねそうですね。何を食べさせてもらおうかな。光秀の愛したプリン、よろしくお願いします。はい、では好きな席どうぞ。いただきます。これどそこまでギャッといった方がいい、はい、ちょっとキャラメルのね、はい、そうですね。よいしょ。
うん、ひろこさんの味がする、はい、ものすごくあっさりしてますね。店内にね、光秀イラスト決定戦って、全国におられる光秀ファンがここを訪ねるということもあるんですか？結構そうですね、北海道から九州のファンもつないでくれた縁というかね。そうですね、はい、これあれやね、大人なプリンやね、甘さ控えめでね。そうですね、はい、全身で光秀を感じてほしい。また見方も変わってくるかもしれない、ね。そうですね、まあ、いろんなところに僕も案内したいなと思ってるんで。あ、案内もしてくれはるんですか？いや、もうここで入れることはね、一回ここに来てもらってどうしましょうみたいな相談してもらうと。ねえ、その旅のプランなんかをここで考えてもらって、ね、はい、プリンでプランを考えるみたいなね、はい、光秀の愛したプリンいただきました。明智茶屋の上村店長、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ええやん、この明智光秀マッチね。え、うわぁ、シャカライダー光秀、意外とこういう作家さんの作品がね、めちゃくちゃいいですね。ちょっと中も入らせてもらいましょうか。ちょっと失礼します。めちゃくちゃ洒落てますよね、これ。ここはもともと何やったの？大きいお屋敷やったよね。このカウンターもめちゃくちゃ味があって、また綺麗な女性が似合いますね、こうカウンターとかになるとね。さあ、それでは、今日一日、まあ、福知山の意外なものを発見しに町を散策してきたわけでございますけれども、まあ、甘いものもいただいたんですが、やっぱり最後はやっぱりしっかり美味しいものを食べたいと、柳町さんでございますね。店長の大月さんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのお店はなんと親子丼が人気と。意外と肉の町なんですね、福知山って。全国から牛が集まってきてっていう、そういう牛の市場みたいなのがあった名残から、なんかそういう焼肉屋さんが多くなったりだとか。お客さんの中心は観光客の方が多いんですかね？週末はまあ京阪神からのお客様だとか、海外の台湾の方なんかも結構ちらほら、はい、ね。お庭も立派なお庭ですね。建物はそのまま残ってリノベーションされて、雰囲気でゆっくりとご飯が食べられる、そんな柳町さんですけれども、先日なんか著名な方がこちらの親子丼を食されたと、ね、将棋の竜王戦で福知山に来られてた。今日僕福知山城行ってきたんですよ、はい、対局された部屋も見せてもらったんですけれども、はい、羽生さんと広瀬さん、感想なんか言うてはりました実はよくは聞いてないんですけど、うん、聞くところによると絶賛されていたと思います。この辺りでちょっと洒落て晩ご飯いい感じの雰囲気のところで食べたいってなると、やっぱりこの柳町が一番に上がってくるんでしょうね、やっぱり。ありがとうございますね、はい、そう言うてる間にその噂の竜王戦で出た、はい、いただきます、はい、これ何、卵がオレンジ色ですね、これ。その仕上げにその卵黄だけを、あ、最後にもう一度。そうですね、鶏がちょっと香ばしいですね。そうですね、皮目を炭火で炙ってるんで、また雰囲気のええとこでご飯ね食べたいですもんね、やっぱりね。そうですね、店長はやっぱりちょっとこう彼女とか奥さんとかね、そのデートに誘うときは雰囲気重視、味重視。雰囲気ですかね。雰囲気やんな。ほんほん。幻の地鶏を使った親子丼、いただきました。店長の大月さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
口を大きく開けまして歌ってごらん、あいあいあい。歌えバンバンではなくて、あげバンバンさん。一昨年の海の京都を食い尽くせというイベントでグランプリを取った。これを食べへんかったら福知山もう来たら気になったらあかんっていうぐらいの揚げパンでございます。いただきますよ。ちくわが入ってまして、二重構造、もうお堀があって天守閣みたいな、福知山城と一緒や。まあ、近いかどうかわからんけど、あ、食べやすい、美味しいです。